巻尺メジャーは、目盛りが振られた帯を用いて、長さを測定する道具の総称である。巻尺、コンベックス、スケール等、故障はタイプによって様々である。建築作業や、要塞のほか、大型の巻尺は、陸上競技での計測などにも用いられており、長さの測定に幅広く用いられている。帯の材質は、金属、樹脂、布などで、 ケースに収納されている帯を必要に応じ送り出して記入された数字を見て計測する。2メートルから10メートル程度を測る製品が多い。また、特定の長さで止めておくためのストッパーが内蔵されているものもある。日本で販売されるメジャーには、計量法によりメートル単位でメモリが付けられているが、例外もある。日本では TJM デザイン、ムラテック KDS が 欧米では、ブラックデッカーなどが主要メーカーである。メジャー柔らかいビニール製の巻尺。金具の先端より測り、体のサイズを測るのによく使用される。英語表示は、クロステープ、テープライン、テープメジャー。ジスブ7522規格名称。繊維製巻尺では、繊維を素材として合成樹脂で処理した帯状の巻尺と定義されている。 鋼鉄製は温度の影響が大きく、布製は湿度の影響が大きい。和裁用にメートル単位のメモリとクジラ弱の一寸に相当する1、26.4メートル刻みのメモリを表裏に、平気したものも市販されている。コンベックス。内側用に本体の幅寸法が表示されている。コンベックスは工作用に使用されている巻弱である。英語のコンベックスは、 突面を意味し、この測定器を英語ではスチールテープあるいはテープルールと呼ぶ。計測部は薄い金属製で断面が湾曲したテープが用いられ巻き取ることができる柔軟性と同時に直立性を確保している。日本で用いられる名称はこの断面形状から商品名が付けられて一般名称化したものである。ジスブ7512の企画名称。 構成巻尺の種類別での名称は、コンベックスルールでテープ断面が問い状になった直立性に優れた巻尺と定義されている。日本で市販されているコンベックスにはメートル単位のみのものの他に、建築作業での利便性から一寸に相当する一三33メートル刻みのメモリが併記された尺相当メモリのものや、建築上よく使う長さごとに、 目印が記入されているものもある。日本以外の国では、インチやフィートといった、ヤードポンド法単位のメモリが付けられた製品が、市販されている場合もある。テープ先端の爪は、メモリ方向にスライドする構造になっている製品がある。スライドする量は、爪の厚み分で、爪を押し付けて測定する場合と爪を引っ掛けて測定する場合とで、 爪の厚み分が計測に影響を及ぼさないようにした構造である。巻き取り部にはテープを全イバネで巻き取る機構が組み込まれ、テープが出た状態を保持するロック機構付きのものもある。ものづくり道具の使い方時点、株式会社岩崎書店2002年発行168ページ、工具名の英訳一覧 ABK 両方により、取引や証明に、 借管法の単位を使うことが禁止されているため、差し休んではなくメートルを基準にして、メモリが付けられ、さらに取引、証明以外用と併記されている。工具名の英訳一覧日本での通売方向法でよく用いられる、一尺五寸に相当する 455mm の場合が多い。ありがとうございます。